こんにちは。食品生活衛生課の森村です。竹内です。知っていますか？県内の食中毒患者数のうち、なんと半数以上はノロウイルスが原因となっているんです。え、そんなに多いんですか？ノロウイルスは冬から春先にかけて非常に多く発生するため、これからの時期は特に気をつけなければなりません。またノロウイルスは感染力が非常に強く、食品からだけではなく嘔吐物や便等を介した人から人への感染に注意することが大事なんです。今回は、家族がノロウイルスによる食中毒になった時、家庭内で感染を広げないために簡単に作れる消毒液の作り方をご紹介します。ノロウイルスを広げないための消毒液って簡単に作ることができるものなのでしょうか？用意するのはこちらの6点です。なるほど、これなら家庭でも簡単に用意できそうですね。今回は実際に作成した VTR を用意しておりますので、そちらをご覧ください。それでは VTR スタート。塩素系漂白剤を使って消毒液を作っていきます。用意するのは先ほども紹介したこちらの6点。消毒液の作り方は使用目的によって異なります。今回は嘔吐物の処理に使用する濃度 1000ppm の消毒液と、日常的な調理器具やドアノブなどを消毒するために使用する濃度 200ppm の消毒液を紹介します。まずは嘔吐物等の処理に必要な濃度 1000ppm の消毒液を作ります。濃度 6% の塩素系漂白剤を60倍に薄めるので、 50ml の漂白剤をバケツに注ぎ、3リットルの水を加えます。これで完成です。次は、日常的な調理器具やドアノブなどを消毒するために使用する濃度 200ppm の消毒液を作ります。濃度 6% の塩素系漂白剤を300倍に薄めるので、 10ml の漂白剤をバケツに注ぎ、3リットルの水を加えます。これで完成です。本当に簡単に作ることができるんですね。そうなんですよ。でも作るときには次のことに注意してください。まずは製品の注意書きをよく読んでください。それから十分な換気とゴム手袋の着用をお願いします。手指の消毒には使えません。あと洗剤などと絶対に混ぜないでください。作り置きはしないようにしましょう。わかりました。いざという時には注意事項を守って作ってみたいと思います。次の動画では、県の衛生環境研究所感染制御センターの職員に実際に作った消毒液の使い方を教えてもらいます。実践編ということですね。ぜひ次の動画もご覧いただければと思います。以上、簡単な消毒液の作り方でした。最後までご覧いただきありがとうございました。